BA1 と移りやすい BA2 が一緒になったウイルスです。イギリスの役所は、XE が広がる速さは BA2 より12.6%速いと言っています。日本では見つかっていませんでしたが、 3月の終わりにアメリカから成田空港に着いた女性からコロナウイルスが見つかりました。このウイルスを調べると XE だとわかりました。日本で XE が見つかったのは初めてです。女性に熱などはありませんでした。女性は 日本に着いてから9日後まで国が決めた場所に泊まっていました。厚生労働省の会議に出た専門家は、イギリスでも X e は広がっていません。病気がひどくなるかどうかもまだわかっていませんと言っています。はい、じゃあ一切続けていきましょうの。 新型コロナウイルス XE が日本で初めて見つかる。新型コロナウイルスの XE は、オミクロン株の BA1 と移りやすい BA2 が一緒になったウイルスです。 イギリスの役所は XE が広がる速さは BA2 より12.6%速いと言っています。IngoTingFuBealCE が15ドルは BA5 より1 2 6 日本では見つかっていませんでしたが、3月の終わりにアメリカから成田空港に着いた女性からコロナウイルスが見つかりました。過去ね、在日本ね、仲未発見の病例嘅、但係三月底嘅時候咧、有一個喺美國飛抵成田機場嘅女性身上咧、発見咗呢一個嘅病毒。 このウイルスを調べると XE だと分かりました。日本で XE が見つかったのは初めてです。女性に熱などはありませんでした。經過採用後、発言正正是這個 x e 而這個 l i 都是日本首次発言 x e 的中跡這個確診的女性呢並未有這個發燥等々的症状的。 女性は日本に着いてから9日後まで国が決めた場所に泊まっていました都待厚生労働省の会議に出た専門家はイギリスでも XE は広がっていません。 病気がひどくなるかどうかもまだ分かっていませんと言っています。出席厚生労働省会议嘅专家表示呢 x E 喺英国呢仲系未扩散，所以呢目前仲未办法冇办法呢确定病情系咪会加重嘅。系咁呢，以上就系关于呢一个新型冠状病毒嘅新闻啦。咁啊，我都系最近先知呢，原来哦，佢又变咗病毒，即系呢个 o r i c o n 之后呢，又有呢、这个。 變種嘅病毒嘅就係、是、呢個 XD 啦咁樣，咁呢個病毒咧基本上而家好似好輕易就中啊！大家有冇身邊嘅朋友好似？ 就中咗啦，或者系你自己都会中咗咁样，咁啊，所以呢，就因为太普及啦，咁咪开始冇咁留意佢嘅新闻啦。然后佢又不断咁样变种，嗯，唔知呢一、這个新型冠状病毒可以几时完呢？咁啊，希望快啲完结啦，等所有嘅地方咧都开翻关啦，特别系日本啦，咁啊可以尽快开翻呢个旅游签咧，等大家都去去旅行嘅。咁啊，如果大家呢中意今日嘅新闻分享呢，记得帮我订阅、赞同埋分享出去啦。我哋礼拜五。 再見啦，見下次再拜拜。<music>